にちは、丸谷彩乃です。ポケットモンスタースカーレットダウンロードコンテンツゼロの方後編、青のエンバーの続き遊んでいこうと思います。今日はですね、後ろにいらっしゃるんですけど、サザレさんのサブクエを挑戦していこうと思います。それでは早速いきましょう。来たサザレさん。お、あやのんくん、もしかしてテラリウドームで200種類もポケモン捕まえたんだ。やるね、やるでしょう。頑張りました。次は何をするんですか。えらいえらい、頑張ったんだね若者よ。嬉しい。先に来てた私よりもドームのポケモン詳しくなってそう。それではお約束のとっておきの情報を教えて信じよう。やった、そう、それが知りたかった。この写真見てごらんよ。写真、綺麗な滝が写ってる。あ、なんか尻尾が見える。君は誰。この子たち一部ではうがつほむらとたけるらいこって呼ばれてる。謎の場所に謎のポケモン、本当だったらすごいよね。今のってどこ。パルディア地方のどこからしいんだけど、エノ君行ったことある。もしやもしやあそこか。多分、へえ、有名な場所なのかな。今度私も行ってみたいな。とはいえこのご時世フェイク写真かもしれないけどね。でも興味があったら行ってみて謎のポケモン探すのも楽しそうじゃない。写真見返したかったらいつでも声かけてよ。いい調査結果を期待してるぞエノン君。なるほど、じゃあさ、これはあそこに行けばいいっていうことですね。ここね、ここファルデアの大穴、ここに行きますか。よし、ということで着いたんですけれど、どこなんだろう。え、滝、でも滝結構あるんだよな。でもさ、滝も滝でちっちゃいよね。あれも、あの辺の3箇所も。あんなに大きな滝なんてあったのかな、どっかに。近くに行ってみれば意外と大きかったりするのかな。とりあえず滝の近くまで行ってみる。先に上行ってその後に滝の下のとこ行くか。滝あるけど、なんか写真とちょっと違う気がするな。こんなに緑なかったもんね。滝ね、どっちかっていうとなんか緑がいっぱいあるっていうよりは、岩がたくさんあるようなイメージだった。さっきの写真はこの辺、ここも割と高そうな滝だけど何もいなさそう。次、真正面のあの滝のところ行ってみようかな。あー、でもここにも滝あるわ。こっち見てみるか。先、この辺はどうですか。あー、これだよね。ちょっと怖いからセーブしとこうレポート、大事レポートしときましょう。すごい、こんなところにいるんだ。喋りかけよう。これ園庭っぽい感じがするよね。なんか頭の感じは全然違うんだけど、体とかあと顔が園庭っぽい感じがする。すごい、かっこいい。すごい、何タイプなんだろう。全然タイプ相性がわからないけれど、ちょっと一旦エルレイドさんにしてドラゴンダイブ。エルレイドに当たらなかった、ありがとう。当たらなくてとても嬉しいです。とりあえず電磁波して大文字当たらないいいよいいよ、当たらないのでいいよ。一旦電磁波してマヒにさせる。マヒにさせてからちょ、地味に峰打ちで減らしていきたい気持ちではあるけど、ドラゴンタイプなのかな。火炎の守りって何。そっか、炎タイプか。守りの体勢に入ったってことは峰打ちとか全然効かないんじゃない。そうだよね。どうしよう、何タイプかもわからないし。うえ、嘘、何なんで今やけどおったの。ちょっとどういうこと。さっきのなんか神秘の守りみたいなやつが完全にやけどになる的な、そんな感じ。あ、峰打ち全然効かないな。うわ、ドラゴンダイブしてくるの。当たらない。ドレインキッスとかしても全然大丈夫そうかな。ドレインキッスしてみる。ドレインキッス、あ、でもドレインキッスでも全然減らないじゃん。これはワンチャンそのままいけるか。倒しちゃうのは嫌だからあれだけど、リーフブレードは草タイプだしタイプ相性が良くないと思うから、一回リーフブレードしてみる。あー、また火炎の守り来た。それすると跳ね返されちゃうからな。守りの体勢に入った。リーフブレードは当たらない。もう一つリーフブレードをしてみる全然減らない嘘、本当に全然減らないじゃん。なんかもうちょっと減るのかなってちょっと期待したのに。タイプ相性悪いのは分かっていたけれども全然減らなかったよ。
ドレインキッスでジオジオ減らしていくしかないか。よし、いいよ。エルレイドのドレインキッスが地味に当たってるから、少しずつだけでもなんとか耐えてほしい気持ち。あ、出た。また火炎の守り。もう火炎の守りしなくていいよ。ドレインキッスは跳ね返されちゃうんだもんね。いいよ、体がしびれて動けない。連続できてる。このまま行こう、このまま。でもドレインキッスあと5つしかない。いいよ、オレンジゲージ来た。オレンジゲージ来ましたよ。向こうのドラゴンダイブはずっと当たらないが続いてるから、このままでいいよ。ドレインキッスでじわじわ減らそう。いいよ、ウガツーの2のところまで来てよ。もうちょっと。いや、最初の電磁波がやっぱりね、効いてる気がする。ナイスナイス。何、封印って新しい技してこないでいただいてよろしいでしょうか。怖すぎる。ドレインキス、いいよ。その調子で赤ゲージまで行こう。赤ゲージ、体しびれて動けない。いいよ、多分次で赤ゲージまで行けるはず。ドレインキスも残りもこれで最後だけど、来た。オッケー、赤ゲージ来た。ダイモンジー、やだ、いやだ。で、これで峰打ちをすればいいんちゃう。峰打ち、オッケー。あ、ドラゴンダイブしてきた。エルレイド倒れてしまったし、で、これでハイパーボールで捕まえられないかな。 HP 自体はもう少ないけど、1、2、3、やったー、すんなりいった。うがつホムラゲット、嬉しすぎる。うがつホムラ、パラドックスポケモン目撃報告はごくわずか。火柱を吹き暴れる姿の短い映像が存在する。なるほどねー。え、すごい。え、こういうポケモンが他にもいるってことだよね。で、次は滝の上じゃなくて滝の下のなんか河原みたいなところだったから、そこに行ってみるか。これこれこれ、すごい落下。めっちゃすごい勢いで落下してるけど、このちょうどこの下のさ、これ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 、こういうところじゃないの？違うのかな。さっきのね、写真的にはこういう感じの箇所だったんだけど、まさかそんな上の下にはいないよね。そこを見てみるか。ここまで行くともう下のところエリア行っちゃうから、対岸のこの辺とかどう？この辺、対岸、対岸のこの辺とかどうですか？いそうじゃない？いないかな。なんかこの辺だった気がしたんだけど、こういう感じのさ、浅瀬というか、いる。いた。いるじゃん、ここにいますね。でかい、首が長い、キリンかな。映りたがりゴルダックさん。よし、じゃあ勝負挑みますか。多分電気タイプだよね。でかい。ライコーさんの祖先ですかね。かっこいいな。顔が見えないけどね、あの雲の感じで。ちょ、顔見えんし。ねえ、顔切れてるじゃんね。お顔拝見させていただきたいんですけど、どっからどういうさ、視点にしてもさ、顔が見えない。顔見たかったな、タケルのライコさん。あー、待って、ドレインキッス回復させるの忘れてた。電磁波、あ、そうじゃん、電磁波効かないじゃん。ドラゴン電気か、これもしかして。ちょっと待って、電磁波そうや効かないじゃん、電気タイプだもん。やっちまったな。リーフブレードはどうですか。さっき全然効かなかったけど、あ、リーフブレードは結構効くよ。何、ライジングボルトって。やばい、エルレイドが瀕死になりそうです。一旦エルレイドを戻して、ゴマちゃんを出す。ゴマちゃんはね、ドラゴンタイプの技は効くかもしれないけど、電気タイプは大丈夫だと思う。オッケーオッケー、いいよ。デカハンマーみたいだね、ドラゴンハンマーって。ライジングボルトは効果はありません。そうなんです、そのために出しましたからね。あ、いいじゃん、ベノムショップ、ベノムショップじゃないわ。ベノムショックでさ、でも攻撃しちゃったとしてさ、毒になったらそれは嫌なんだよな。いいよいいよ、今オレンジゲージまで持ってきたよ。毒にだけならないでほしいから。いや、オレンジゲージか、ちょっと、悩ましいけど一旦投げてみるか。行け、ハイパーボール。そんなすぐに捕まらない気がするけど、あ、捕まんないっすよね。そうだよね。もうちょっとだけベノムショックしてみるか。何、陣雷って。あ、でもよかった。ゴマだから効かないんだね。
いいよ。オッケーオッケー。オレンジゲージもだいぶ減らしてるから、この状態でちょっとハイパーボール投げていきたい。行けハイパーボール、来い。ダメか、ちょっと麻痺とか何もしてないからな、ちょっときついかもしれないな。どうだろう、でもあんまり攻撃与えられてもこっちがあんまりね効かないからきっと大丈夫だと思うけど、どうでしょうかハイパーボールさん。ダメだな、ボールから出てしまう。なんか前一回その同じボールだと入りにくくなるからって言われたことがあるから、違うボールもちょっと投げつつ行ってみようかな。竜の波動覚えてるの？タケルライコってかっこいい名前だね。 1,2,3 きたやった嬉しい、タケルライコ捕まえました。タケルライコ、パラドックスポケモン、電気ドラゴンタイプ。体毛から放つ一か槌で、あたりを焼き尽くすと言われてる？詳しいことは分かっていない。なるほどね。図鑑でも顔見えないんだけど。君の丘を拝見させて、あ！拝見できるじゃん、図鑑の側面で。うわ、捕まえれた。スイ君とかもいそうんだけど、あれかな、バージョン違いのこと交換したりとかしないと。手に入らない的な、そんな感じかな。あれ、あやのんくん、そのポケモンは例の写真の本物のウガツホムラだ。頭の形すごいな。その子、噂では一吠えするだけで大地からマグマが吹き出すんだって。やばすぎでしょ。本当だったら大変だね。ってなわけで写真を1枚。パシャ。写真1枚って言ったら2枚撮られてる。こりゃもう1匹もいるかもね。続報期待してるぞ、あやのんくん。あ、2匹も捕まえてきちゃった。ねえ、サザレさんも捕まえてきちゃったの、ごめん。あれ、あやのくん、そのポケモンは例の写真の本物のタケルライコだ。首すごいな。こりゃ写真撮りにくそうだ。この子噂では首を一振りすれば黒雲が空を覆い落雷しまくりだって。ってなわけで写真を一枚。パシャ。パシャ。二匹とも見つけちゃったか、さすがだね、あやのくんは。実は謎の写真気になってから仕事に集中できなかったからちょっと助かっちゃったな。約束はしなかったけど、これスッキリさせてくれた俺、今回も奮発しちゃいます。何？コンペボールってなんだ？上都地方の虫捕り大会で使われてた特別なボール。へえ、上都地方。いや、世界にはまだまだ知らないことばかりだね。大人になると子供の頃の全力で走っていけないからさ、あやなくんには私の分までまだみんなポケモンを探して大冒険して楽しんでほしいな。さて、そろそろ仕事に戻りますかな。いや、よくあったガーリーとスザレさんに会うことができて、これで仕事に集中できるね。よし、じゃあピクニックにね、ちょっと出してみた。え、かわいい。寝るときさ、頭下に下げるだけなんだね。四足歩行のまま寝ちゃうの？ずっとお外にいたもんね。きれいきれいにしてあげるね。さっぱりできると思う。どこまで洗えるの？この辺は嫌？もう流せるかな？流すよ。はい、どうぞ。綺麗になりますよ。あ、綺麗になった。喜んでる。さっぱりしたでしょ。次は、あ、いた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 。めっちゃ近くにいた。でもさ、苦手そうだよね。ちょっと水とかさ、泡とかさ、炎タイプだし。でもちょっとだけでも綺麗になると思うからね、ちょっとだけ我慢してね。はい、これで綺麗になりました。あー、よかった、喜んでくれてる。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。サザレさんのね、サブクエも無事クリアできまして、2匹とも捕まえることができました。まさかね、またエリアゼロに行くことになるとは思わなかったんですけれども、まだね、図鑑自体はね、埋まってないので、図鑑をしっかり埋めて、コンプリートまで頑張りたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね！バイバーイ！